Hello everyone, welcome to Michael TV. I'm Hiro. I run a shop wasabi in Kyoto, Japan. I'm afraid my expressions might be rude or hard to understand because I'm not so good at English. So, I'll speak in Japanese from now on. I'm sorry.ここからは私の下手な聞き取りづらい英語ではなくて、マイケルさんの素晴らしい、英語での翻訳となりますので、ぜひ最後までご覧ください。でまず最初に私の自己紹介なんですけども、まず水草水槽に興味を持ち始めたのが大学生の時代なので、かれこれ25年ぐらい前になります。そこから水草の世界に魅了されまして、大学を卒業と同時に水草のオンラインショップをまずスタートアップしました。でその後、今から約10年前にこちら京都に水草レイアウトの専門店のショップを出しました。もともと子供の時から自然の川とか水辺の景色がとても好きで、そういった景色にずっと親しみがあったので、自然とこういった趣味に興味を惹かれたのだと思います。幸運なことに日本は四季がしっかりとあり、季節感を感じることができ、そして都市部からも少し離れればもう自然豊かな場所がたくさんあるということで、そういったことも感性を磨くのにちょうどいい環境が揃っていたのだと思います。これからも YouTube を通して皆様に水草レイアウト水槽の魅力を伝えていければいいなと思っております。私がネイチャーアクアリウムを始めるインスピレーションになったもの、それは ADA のカタログです。私がまだ学生時代だった時にアクアリウムショップに行った時に、こうカタログが ADA のカタログが何冊もこう置かれていて、それを手にした時にものすごくこうショックを受けたというか、これが水中の景色なのかっていうぐらい素晴らしい作品に感動しまして、それがアクアデザイン天野の先代社長天野隆さんの写真だったということがとても大きかったです。やはりその当時から ADA のカタログのクオリティは他のメーカーとはもう全然異なっていて、それが当時無料で配布されていたということも非常にこうね衝撃的だったんですけども、本当に写真集みたいなね、ものすごく高価な写真集みたいな本が無償でこう配布されていると、そこで中身の写真も素晴らしくて、こんな水景を自分もいつか作ってみたいなというのからスタートしました。もちろんその当時学生時代ということもあって全くお金もありませんでしたので、もうしっかりとこうお金を貯めて、この ADA の機材を少しずつ順番に集めていくっていったところからスタートして、今では ADA の特約店となり、京都でも一番多くの ADA 製品を在庫しているショップとなりました。店をオープンしたきっかけなんですが、それもちょっと自己紹介でお話しした通り、最初はオンラインショップだけで店舗なしで営業を行っていたんですけども、やはり水草レイアウト水槽の魅力っていうのは実際に水槽を見ていただかないとその魅力をうまく伝えられないなっていうのが、オンラインショップを経営している時に、つくづくと考えていたことで、それであれば、ギャラリーみたいな感じで、水草レイアウト水槽を実際にお店の中に展示した上で水草も一緒に販売していくスタイルがベストではないかと思いまして、約10年前に、こちら京都にオープンしました。
で私自身生まれも育ちも全部京都なので、お店も必然的に京都で出すということになりました。また京都には素晴らしい日本庭園や、素晴らしい自然がありますので、そのあたりも京都から、このわびさびの感性であったりとか、このレイアウトデザインを発信することに非常に意味があるのかと思い、出店するのも京都ということで最初から決めておりました。で海外についてはそんなに頻度も多くないんですけども、過去に5回ぐらい行っております。場所としてはカナダ、ハワイ、フランス、スペイン、ポルトガル、この5カ所となります。海外で最も印象的だった水族館というのは、もちろん、ポルトガル・リスボンの、水族館となります。 ADA の天野隆さんが手掛けた40メートルのネイチャーアクアリウム水槽、もうこれは本当に素晴らしいの一言でした。非常に日本からは、ポルトガルに行くのっていうのはものすごく大変で、もうすごく時間がかかったんですけども、でもそれを考えてでも本当に素晴らしい体験ができました。もう作品の劇もそうですし、デザインも素晴らしいですし、もう圧倒的な、何とも言葉にできないような、感動を、経験にしました。水草水槽をやっておられる方もやったことがない方でも、あの水槽を見ると本当に素晴らしい感動体験が得られるのではないかなと思います。一番お気に入りの水草なんですけども、これ非常に難しいです。水草レイアウト水槽というのは組み合わせで使うので、どれが一番好きかというよりも組み合わせた時に最高のデザインをするっていうのが目的になるので、一個一個の水草については私自身そこまでこう執着をするというか、もう絶対にこれっていうのはないんですけども、なぜか必ず使ってしまう水草っていうのがあります。それがボルピティスフィデロティとなります。やはりもう自然とボルピティスについてはもう高確率で、かなりの確率で、レイアウト水槽の中には入っています。やっぱりこのボルビティスがあることによってぐっとこう自然感が増すというか、水中感、水中の景色を演出するのにはもう欠かせない水草ではないかなと思います。で見た目も半透明のダークグリーンの葉っぱが美しくて、草そのもの自体は派手ではないんですけども、他の水草をより美しく引き立てるための影の役目として、こう存在しているっていうのがとても、私自身が、好きな点でもあります。水草レイアウト水槽の場合、全員がこう主役ってなるとものすごくこうね、もうぐちゃぐちゃな水系になってしまいますので、やっぱりこう、見栄えのする派手な水草を、陰で支えてくれるような、水草があることによって水系自体が引き立つと、まあ、そういったこともあって、私自身、ボルビティスは欠かせない存在となっております。ワークショップについては今現在行っておりません。ということもあるんですが、今のところ、再開の予定とかもありませんので、営業時間内にご来店いただくという形をとっております。アクアリウムショップを経営する上で最も時間がかかるのっていうのは、やっぱり水槽のメンテナンスの時間だと思います。やっぱ掃除であったりとか、きれいに管理していくっていう、作業が時間がかかります。私の場合 YouTube の企画構成を考えたり、実際に撮影をして、そして編集するところまで一人でやっておりますので、さらにこう時間かかってしまうと。そうなった時にどうやって時間を作っていくかについては、水草レイアウト水槽をきれいに維持することです。でこれが水草水槽自体の調子が悪くて常時苔が出るような管理の方法をしていると、こちらの方の水槽の掃除にものすごく時間が取られちゃって YouTube を撮るどころではなくなってしまうと。そういうこともあって、とにかく水草レイアウト水槽が汚くならないようなシステムであったりとか管理方法を重視しています。それには外部式フィルターの、すごく高性能なものを入れたりとか、あるいは水草の植栽量をしっかりとこう植
植え付けして苔に栄養が回らないように、きれいにバランスが取れるような、管理をしております。アクアリウムの趣味での最大のミステイクなんですが、これについてはもう非常に重大なミステイクっていうのはなかったんですけども、水槽サイズをこう買うときに、皆さんもよくあるかもしれないんですけども、大きいサイズと小さいサイズをこう比較検討するときに小さいサイズを選んでしまって、後からやっぱり大きい方を買えばよかったっていうね、結構ありがちな、ミスなんですけども、そういうことが趣味でやってる時にありました。やっぱりこの趣味でやってる時っていうのは予算もありますので、たとえ置き場所が広い場所があっても小さい方を選んでしまうといったことがありました。その時先に買った、水槽の費用が無駄になったと、そういったミスがありました。英語については私自身全然得意でもなくて、今現在まだまだ勉強中ではあるんですけども、経験としては学生時代にたったの2ヶ月だけなんですけども、カナダのバンクーバーに短期留学していたっていう経験と、あと起こる前には当店には非常に多くの海外のお客様がご来店されておりましたので、そういった海外の方と英語でお話しする機会に恵まれておりましたので、ものすごく簡単な内容に限るんですけども、英語で少し会話をすることができたということもあって勉強させていただいておりました。ただ今現在コロナの影響で海外の方がご来店できないという状況になっておりますので、私の英語能力もどんどん下がっております。また皆様に、来ていただけるようになった際には、今のうちに英語を勉強してもっと丁寧な接客を英語でできるように、勉強しておきますので、またのご来店お待ちしております。JR 稲荷駅からのアクセス方法についてなんですけども、私自身が説明すると多分非常に難しいと思いますので、 Google マップ使ってください。一番分かりやすいです。もし稲荷駅から歩いて来られる場合でしたら、15分から20分ぐらいで到着します。あるいはバスを乗っていただくか、あるいは京阪電車の伏見稲荷駅から乗っていただいて、2つ目の駅京阪藤森駅で下車いただければ、徒歩5分ぐらいで当店まで到着できます。とても近い距離になりますので、もしお荷物等が多ければ、もうタクシー乗っていただいても、そこまで値段もかかりませんので、とても便利かなと思います。はい、ではこれで終わりたいと思います。 Thank you for watching. Goodbye.